ことができて、すごくすごく楽しかったな、嬉しかったなって、なんか素敵だったなっていう気持ちで、とっても今はいっぱいな、そんな橋本でございます。はい、あの、すいません、明日も早いんでマジでもうだだちょっとだけ喋りたかった。もうなんかこの気持ちをみんなに早く届けたいって思ったって感じなので、本当もうすぐ終わるんですけどそんな感じでした。本当に一緒にね、いっぱいいろんな曲披露できて、チーム系時代から一緒にいっぱいいろんな曲披露できて、一緒にいっぱい楽しいことができて、すごく良かったなって思いました。あの、明日もちょっと朝早くて、夜ちょっとそんなに、なんだろう、時間が読めない感じなので、そうですね、そうですね、ちょっと多分配信するのも夜遅くなるんじゃないかなっていうのは思っているんですけど、また見ていただけたらいいなと思います。明日は配信夜遅いです、ごめんなさい、本当にすみません。そう、ありがとう。今日もすごく楽しい公演で、なんかめぐみんの卒業ブロックみたいなのを見てて、まあ引っ越しましたはちょっとね、寂しいかな、しんみりだなみたいな感じはあったけど、でもなんか最後までアイドルだなって思いましたね。初日やってたりとか、君のことが好きだからやってたりとか、そういうのを見て、わー、最後までアイドルで、こんなアイドルを応援できて、推しを応援できて、なんてこのファンの方々は幸せなんだろうって思いましたね。はい、もう初日の時の皆さんが、なんか皆さんの脇感というか、うおーみたいな感じがすごい可愛いなと思ってそうで、めぐみんが引っ越しましたって言った時のおーみたいな、なんかそういう声とかもすごい可愛いなと思って、みんな可愛いなって思いながら見てました。楽屋でもちゃんと私たちめぐみんパンチでやられましたので、はい、えらい、そんな感じです。ということで、まあ以上ですはい、久しぶりに今日はオカリナと喋れて嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、それではこんな感じで終わりたいと思います。また明日ね、あのいろんな話しましょう。ちょっと本当明日朝早いんで、本当にごめんなさい。あのもうすぐお風呂入ってすぐに寝たい、そんな気持ちでいっぱいでございます。本当にすみません。頑張って、あの頑張って明日起きれるように頑張りたいと思います。また雫公演も26日にあったりとかするので、またぜひ皆さん入ってください。よろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。ありがとうございました。ごめんね、こんな短い配信で、ありがとうございました。また明日いっぱい喋る、夜多分ちょっと短くたらごめんだけど、ちょっとこれから先はちょっともしかしたら短時間配信とかもね、続いていくかもしれないんですけど、その時はすいません。まあぜひ見てください。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。お風呂入ります。バイバーイ。